勤労感謝の日の11月23日木曜日朝6時55分の日本海は、かすかなオフショア、本当にかすかですけどオフショアが背後から吹いてます。海には筋のようなうねりは入りますが、ショアブレイクですね。こちらほぼ無風で、うねりは入りますが、こちらも伸びて伸びて、ショアブレイク。気温は13度ぐらいです。風は今ほとんどないですね。海には筋のようなうねりがショアブレイク。今日終日どうですかね。干潟はこんな感じです。最近では一番川の水が入り込んでいますね。この時間にすでにもう釣り人が2人